バーサ・ボイントン・ラムは、アメリカ合衆国の女性版画家。アメリカのアイオワ州ティプトンに、父・ジョゼフ・ダブリューブルと、母、ハリエット・アン・ボイントンの子として生まれた。ラムともこうしている。1893年、24歳の時、ジャポニスムに湧くシカゴにおいて、シカゴ万博が開催された際に、日本美術に見入られ、1895年、 当時、アーツクラフツ運動の中心地であったシカゴ美術館において絵画を学んだ。また、ステンドグラスデザインとイラストレーションの指導も受けている。1903年に新婚旅行で初来日した時、浮世絵版画の職人を探し、帰国直前、ようやく横浜市において、老職人に出会い、その技法を習得した。帰国後には、 フェノロサの影響を受けたアーサーダウンの教科書を手がかりとして木版画を制作している。1907年に再来日し、14週間の滞在中、岩村徹の紹介により堀市の伊丹盆骨に指示、すり市の西村熊吉についてすりの修行をし、日本伝統木版技術を学んだ。そして、同年、初めての多色木版画、芝居小屋の通りを制作している。以降、 そのようにして、自作の水彩画を多くの木版画に翻案していったのである。中には、掘り釣りも自ら行った場合もあった。1911年には幼い娘たちを連れて、再来日し、掘りし、すりしを雇って自宅に同居させ版画制作をした。ラムは、ラフカディオハーンの著書から強い影響を受けて、日本の民話や怪談を主題とした、キツネ女など、 幻想的で独創的な木版画を作っている。その作品は淡く優しい彩色で無限的な印象が強い。その後、数度にわたり日本に滞在した。1922年には娘たちと北京に滞在。その時には多色釣りが困難であったため盛り上がり線という技法を考案する。1936年、木版画の再版のために来日する。 1948年から1953年にかけ、再び北京に滞在。東洋への道坂などの著書も出版している。ラムの版画は、新版画に属し、歌川広重の影響を受けており、風と雨における風雨を受ける人物、少年とタコに見られるタコ揚げをする子供は、広重の風景画によく見受けられる。また、少年とタコには、 ラングという楽観がされており、その字の通り幻想的であった。東洋の雰囲気と西洋の思想が独特に合体した感じをしており、国際的に高い評価を受けている。生涯において7回の来日を果たしている。1954年2月、イタリアのジェノバで没した。ウィキメディアコモンズには、バーサラムに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。